ただいまから臨時の知事会見を行います。本日の発表内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策としまして、感染状況、時短営業の協力要請の解除、時短要請の、協力金の申請について、最後に今後の基本方針についてということになっております。それでは長崎知事からコメントを発表いたします。はい、それではよろしくお願いいたします。県内の、感染状況ですが、年末年始の大きな波を、なんとか乗り越えまして、落ち着きを取り戻してまいりました。直近1週間の、新規感染者数は、10名、入院患者数は22名となりまして、これは第3波が始まりました、11月初旬と同じ水準にまで、下がって、おります。これを踏まえまして、今の本県の、感染状況でありますが、感染ステージ3を脱しまして、ステージ2、ステージ2の、状況にある、と考えております。医療提供体制にも、一定の余裕ができましたので、病床確保フェーズにつきましても本日付で、フェーズ3から、フェーズ2に切り替え、145床の水準にまで引き下げることといたしました。これはひとえに、営業時間の短縮などに応じていただきました、飲食店などの皆様、そして、ご理解ご協力を賜りました、県民の皆様の、おかげ以外の、何者でもありません。このように、迅速に感染状況を改善できたことは、山梨県として、全国に誇れる、成果であり、まさに、全ての県民の皆様の、ご尽力の、賜物、その結晶であろうと考えております。誠にありがとうございます。この、ステージ3から、ステージ2への引き下げによりまして、営業時間の短縮要請を解除できる、要件が、整ったものと、認識をしております。このため、1月25日からお願いをしておりました、営業時間等の短縮要請につきましては、予定通り、2月7日をもって、解除をいたします。ご協力に、心からの感謝を申し上げます。一方で、東京都などの隣県、近隣の都県におきましては、感染者数がまだ減り切っていないことを考えれば、県をまたぐ移動、あるいは感染リスクの高い場面での、警戒というものは緩めては、なりません。このため、国の緊急事態宣言の、期間の延長に伴いまして、対象地域との、不要不急の、往来の、自粛につきましては、要請を、継続することといたします。次に、協力金に関してですが、営業時間などの短縮に、ご協力をいただきました、事業者の皆様への協力金の、支給につきましては、2月8日10時からホームページを開設し、3月8日までの1ヶ月間オンライン申請あるいは郵送での受付を行います。詳しい申請方法などはホームページのほか、順次電子メールや郵送でもお知らせをいたしますので、申請をお願いいたします。なお、協力金申請の前提となりますグリーンゾーン認証の申請につきましては、この2週間で2000件を超える申請が殺到している状況でございます。まずもって大変多くの飲食店の皆様が感染防止対策に取り組んでいただけることにつきまして心からの感謝を申し上げます。一方、認証にあたりましては制度の信頼性を確保するべく、まずは県としてしっかりと現地調査を行います。このため認証と、協力金のお支払いまでには、若干の時間がかかりますが、期限内に申請をいただいたものにつきましては、きちんと、協力金を、お支払いいたしますので、ぜひ、安心をしていただきたいと思います。また、認証の取得にあたりまして、現地調査などにおきまして、各店の感染症対策の課題が見つかった場合には、これは県としてしっかりとサポートをして認証施設になれるように支援をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に、今後の方針についてですが、皆様のご協力ご理解をもちまして正念場を何とか乗り越えることができましたことにつきまして改めて感謝を申し上げます。合わせて今般大変多くの飲食店にグリーンゾーン認証の申請をしていただいた結果として、
県内飲食店の体操が感染防止対策に取り組んでいただけることとなりました。これにより県全体の感染防止対策の底上げが図られまして、超感染症社会に向けて大きな前進が見られたものと考えております。今後は引き続き油断することなく感染症防止対策を徹底しながら、まずは迅速なワクチン接種の具体化を加速してまいります。そして県内経済の反転攻勢および県民生活の安定を図るべく、県民限定のグリーンゾーン宿泊割の実施や GoTo イートの対象拡大など県内経済の体温を上げる施策に取り組んでいきたいと考えております。詳細につきましては9日に記者会見がありますので、この場におきまして発表させていただきたいと思います。引き続き県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、なんとかです、県全体で力を合わせてこの感染症を乗り越え、そしてまた経済を温めて生活を守り、最終的に一人一人が豊かさを実感できる山梨という本来の目的に向けてです、全速力で走れるようにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上であります。それでは質問をお受けいたしますが、本日の質問につきましては発表事項に限らせていただきますので、ご協力をよろしくお願いします。それでは質問がある方は所属氏名をお名乗りの上、質問をお願いいたします。いかがでしょうか。朝日新聞の吉田でございます。今知事の冒頭 の発表の中でグリーンゾーンの申請がたくさんあってですね、その結果県内の飲食店 の 体操がと、その感染防止に取り組んでいる状態だったというお話がありました。それ具体的になんかその数字的にどうなっているのかとかっていうのは知事さんが言っています。詳しい選手を担当からご報告申し上げます。おおむねあれですよね、県内の飲食店4400くらいでしたっけ。先ほど通りですが、経済センサスだと飲食店の、経済センサスはですね、大体の飲食店の数約5000ぐらいであろうということであります。で、今回の、グリーンゾーンの方の申請ですね、申請と認証済みを合わせて申請で、認証済みも含めて4100のうち9というのが数になります。それで体操です、はい、なるほど。この飲食店というのにはバーとかスナックも入ってるんですか。一応それも入っ、失礼、5000の中にセンサスの5000には入っています。入ってない、そうですね。じゃあグリーンゾーンの方は入ってないんで、それは個別会場。個別会場何件ぐらいありましたっけ。バーですか。現在非常客ですけど、現在個別会場のバー・スナックの会員件数は434件でございます。合わせると大体、4500前後、9割というところです。経済センサスの数は28年なんで少し前になりますけれども、その大体の数にはなっている。じゃあ合わせてもう9割ぐらいということなわけです。この前の記者会見で私質問させてもらいましたけれども、そもそもそのグリーンゾーンとか個別会場のですね、有無でその協力金の支払いの、ね、条件を付けたのは不平等じゃないかという観点で質問させていただきましたけれども、この時短要請が始まってから確かにグリーンゾーンもたくさん申請があったし、個別会場もですね、
非常に解除件数が増えましたけれども、まあ、その観点からそのこの、今回の時短要請協力金というのは知事は、まあ、改めてどんなふうに評価していますか。まあ、今回 の, その、まあ、時短要請というのは、これはあの先般お話しした通りですね、まあ、静岡をはじめですね、その変異株が見つかった、まあまあまあ、こういうものを踏まえまして、感染拡大に対してその、防壁を高めておこうと、高める必要があろうということで、まあ 始めたものでありますが、まあ、その、なんていうんですか、その、波及効果として、まさにですね、その多くの、飲食店の皆様がその感染防止対策を講じていただいたと、まあ、さらに徹底をしていただいたということはですね、その、まあ、私としてはその、まあ、県民の皆様 の, その、健康に対するその 安全性が高まったということであってですね、まあ、大変その、まあ、これはこの結果というのは後々まで進むんですから、またあのまあ、その時短要請期間中 の, その、防御と合わせて、まあ、その感染防止対策を講じていただけるお店がまあ県内の、体操になったということでですね、まあ、今後においてもです、安全性が高まった、ということで、まあ、これを講じていただいたです、皆様に、感謝を申し上げます、はい。その関連でもう一つお伺いします。今回その国の協力金は飲食店に限っているということはですね、まあ、その県が行うその協力金 の施策にもすごく影響していると思いますけれども、この間ですね、例えば酒屋さんとか酒造の業者とか、あるいは代行店の業者さんとか、食品の卸の方々とか、我々も大変だという訴えを県庁もすごくしていたと思います。なんて言うんでしょう、協力金はその県の場合は国のお金があるときはできるんだけど、そうじゃないとできないという苦しい場面あると思いますけれども、そこを知事としてどんなふうに今後考えていますか。いや、おっしゃる通りなんです。その、まあ、今回の時短要請も含めてですね、もともとコロナで、まあ、そもそもその大変な状況、になっているのはその飲食店、だけではない、当然そこに納入されるさまざまな、業種の皆様、あるいは先般、お話もありましたその、運転代行の皆様、まあまあ、こういう方々に大変その大きな、影響が及んでいて、いるわけですが、まあ、我々としてもですね、その、できる限りのことはしたいと思っています。まあ、ただ直接そのお金を、まあ、協力金みたいな形でやるのはですね、まあ、これはやはり国の財源措置、がなければ、できないというのは今の山梨県の、財政状況の現状であります。ですので、今私ども何をしたいかというと、まあ、これは来週9日に、発表いたしますが、まあ、一つは県内経済のですね、体温を高めていくしかない。やっぱり経済を 回すようなことを一刻も早くですね、取り組んでいくしかない、まあ、これがやっぱり王道だろうと、思っておりますし、ここをですね、その今みんなで、知恵を絞って、まあ、どういうことが今の段階で我々として最大限できるのか、これを考え、まあ、速やかに、実行に移していきたいと思います。合わせてですね、その、まあ、そうは言ってもその、なんとかならんのかというところは、まあ、これもまた国の制度を持ち出して申し訳ないんですが、その今その、まあ、今回の、影響を受けた、まあ、事業者さんに対してその、事業者、法人には40万、個人には20万でしたっけ、というものがですね、その国の制度としてなされておりますので、まあ、我々としてはその制度が具体化したときはですね、まあ、前回その持続化給付金のときに行ったように、その取得をですね、スムーズにしていただけるように、支援システムというものを考えていきたいと思います。まあ、さらにはあとは、まあ制度融資は引き続きですね、しっかりとこの、使い勝手をよく、していきたいと思いますし、その枠というのもですね、まあ予算措置も含めて、しっかり対応していくということで、なんとか、まあ、この当座本当に厳しいところで、なんとか
私たちもしていきたいということで、そのできる限りのことをやっていきたいと思います。私の方もちょっとまだ確認してないんですが、その中小企業庁の方のですね、一時金でしたっけは、今般 の、 その山梨県の時短要請の関係に適用可能なんですか。中小事業者に対する支援金、一時金というやつでありまして、これは基本的にまず緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接の取引、間接取引があるところがまず一つ、もう一つ、発令地域で、不要不急の外出の自粛というのがあって、それの影響を受けたところというのが国の例示になっています。ですから山梨県の中でもその影響を受けたということが言えれば該当する可能性はある。ただもう一つ、全国知事会を通じてこの一時金がですね、緊急事態宣言発令地域以外でも適用されるようにというお願いは、要請はすでにしております。そうしますと国の方でその制度が広がれば山梨県もその影響に入る。今それをお願いしているんですか。なるほど。じゃあ知事としては今そう適用可能になるように要請をしてお願いすると。そういうことです。そうです。はい、はい、他にいかがでしょうか。マニさん。マニシュラメです。今回の時短要請でこれだけ結構感染者が実際に少なくなってるっていう状況は数字で出てると思うんですけど、協力金の支払いについては今後ホームページを作って、受付をやってどれくらいで手元に渡ると考えているんでしょうか。はい、じゃあ担当から。はい、7日までが要請 で8日から受付を開始いたします。でできる限り早くということは考えていますので、できる限り2月末にはですね、支払いが始まるように今準備をしているところであります。でいろいろなホームページの立ち上げですとかそういったものも8日に一斉に始めます。でグリーンゾーンの取ってらっしゃる方、統一会場のところには、郵送あるいは電子メールでも直接ご案内もします。で、あらかじめこういう書類を用意してくださいというのは周知したいので、皆さんもうご準備されていると思うので、できるだけ早く申請をいただき、我々も、最初は集中するので、できるだけ頑張りますけれども、なんとか効率よく支払いできるようにという状況です。今の話は、そもそもグリーンゾーンを持っていた、施設であって、その後こう申請をしていただいている方が約2000件あります。で、その方々に関しては我々もですね、なるべく早く認証が出せるように、一生懸命取り組んでいきたいと思いますが、やはりどうしてもそうは言っても、この制度の信頼を守るためにはいい加減な審査というのはできないわけですので、ここはやっぱりちゃんと見た上でグリーンゾーンコミュニティにですね、ちゃんと入っていただけるようにそれを見ていきたいと思います。したがってそうするとですね、やっぱり2000件を処理していくのはどうしても時間がかかってしまうものですから、なるべく早くやろうと思いますが、その分の時間はぜひご理解をいただきたいと思います。で認証を取っていただければ、その段階でまたお支払いができるという形になります。わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。産経新聞の渡辺です。接触確認アプリについて今回も要請の中に入っているわけなんですけども、不具合があったということで、それに対するご感想と、今までの県の調査の中でこの人には通知が行ってるはずなのに行ってなかった、おかしいなということはあったんでしょうか。ちょっとまずじゃあ事実関係から。まずはそのアプリの不具合があったかどうか、明確な不具合があったかどうかについてはですね、それは応じては分かっていません。一方で、同じような空間に長くいらっしゃった方で、片方の方はアプリが鳴ったけれども片方の方は鳴っていないというようなケースもあったという報告は聞いています。以上です。ちょっとその私、どういうAndroid が不具合があったとかいろいろ報道ベースでは私も承知をしておりますが、ちょっとそうであったとしたらがっかりというかですね、我々も多くの県民の皆様に
これを使ってください、推奨、今おっしゃるようにですね、推奨し、をしているわけですし、まあ、こういうところはなんかまあ、ちょっとあくまでも全て報道ベースでしか私も分かりませんが、見つかったらやっぱりすぐ直していただかないと、いけないですし、やっぱりそれもすぐその事実も公表していただきたいなと思います、まあ、そうすることでですね、そのアプリでなんか連絡なくてもやっぱり気をつけないといけないなと思うわけでしょうし、まあ、ここはですね、まあ、いろんなシステムでバグがあるのはもう当たり前なんでしょうけども、あったらすぐこうアップデートしていただいてですね、改めていただく作業をですね、その、まあ、迅速に進めていただけたらよかったかなと、まあ、今後はぜひそういうことを、期待をしております。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあどうぞ。はい、改めてそれでいきます、うん、まあ、今回の関連ではありますけれども、その国会でですね、特措法の改正が成立しまして、まあ、例えばその命令に従わなかった業者に対する過料の新設とかですね、あるいはまん延防止措置とかができました。で、国に問い合わせたらですね、従来山梨県が休業要請の根拠にしている24条9項の部分については何ら変わりがないということだったんですけれども、逆にですね、その24条と45条の違いというのはすごくはっきりしてきたんじゃないかと思うんですね。で、つまり罰則のない、つまり緩やかな要請であることがよりはっきりした24条9項でですね、すごく長い間山梨県を続けているということが、まあ、ここに来て明確になるというか、大変ですけどになったと思うんですけど、今後その地域としてはどんなふうにこの法律を使っていくというのを考えているんでしょうか。基本はやっぱり24条なんだと思うんです。これはなんていうんですか、この感染防止対策というのは、まあ、全ての人、まあ、それぞれのもう全ての関係者、全ての県民さん、皆様の共通課題でありますし、その基本的にはその協力要請という形で、私は対処していくのが本筋だろうと思っています。で、まあ、山梨県のこれまでのやり方はですね、まあ、一部その、まあ、違う、一部そうではないケースもありましたけれども、基本はですね、その対応政策というかですね、まあ、例えばその店名の公表なんていうのも、例えば遊戯業に対する店名の公表が初期の段階で、話題になりましたけれども、まあ、山梨の場合は、まあ、我が県の場合はですね、その感染症防止対策をやっていただいたところはお名前を、公表させ、示します。ここは安全ですから、ここどうせ使う、どうせ使うではここを使ってくださいという意味でですね、その感染防止対策をやったところはちゃんとしてる施設ですよという意味でのこの店名を公表するというところは他の県とは全然違う、ところ、でありますし、またですね、例えば宿泊療養施設でまあ、ちょっとその環境から抜け出しちゃった方が各地でたまに話題になりますけれども、我々その何て言うんですか、その抜け出したがゆえにそのけしからんっていう話ではなくて、なるべく外に出なくてもいいねと思っていただけるような居心地を作ることをこう重点を置いてやってきているという点でまた違いがありますので、まあ、我々のやり方というのはなるべく多くの人がですね、まあ、進んでご協力いただけるような環境を作っていくということをこれまで主眼に、置いてやってきたわけです。ですので、まあ、今後ですね、まあ、特措法改正になりますけれども、まあ、いろいろ過料だとか、まあ、そういう話についても、まあ、ある意味最終最後の殿下の宝刀としての位置づけであって、まあ、普段使いはですね、今申し上げた、多くの皆さんの関心事ですので、必ず理解が得られるだろうということをですね、主軸に置いた対応というのを心がけて、いきたいと思います。そういう意味では話に戻りますけど、今回その2000点のグリーンゾーンの申請があったとかということは理解が得られたっていう。はい、まあ、いずれの形にしてもですね、感染防止対策をやることが
必要だというご理解が広まった。なるほど、まあ、これは言えるんじゃないかなと思います。まあ、この前の記者会見にまた戻りますけど、若干北風政策だったのかなと思うんですけど、どうでしょうか。そのグリーンゾーンがですね、取ってないところにはその協力金は出せないと、まあ、太陽政策のようでもあり北風政策のようでもあるかもしれない。間違いなく太陽政策だ。間違いなくそうですか、はい、他にいかがでしょうか。はい、でした。すみません、YBS の横内です。はい、移動自粛の方の関係なんですけれども、はいはい、この今の協力要請でいうと、まあ、期間が2月28日までになっているということで、そこの対象の10都府県が、まあ、外出自粛要請、移動自粛要請になっていると思うんですが、今緊急事態宣言が3月7日までの期間、まあ、途中で終了する場合もあるかもしれませんが、緊急事態宣言が出ている間はその移動自粛っていうのを求めていくっていう考えでよろしいんでしょうか。基本的にはそう考えています。わかりました、すみません。他にいかがでしょうか。どうぞ。サンキューさん、発表事項以外で一つだけいいですか。はいはい、北藤演習場の火災なんですけども、まあ、弾を手を、まあ、火もつくこともあるかもしれませんけども、まあ、演習場の安全な運用を求める県の立場として、の防衛省に何か申し入れするとか、そういうことありますでしょうか。すみません、まあ、安全の確保というのが、最低限の、地元とのお約束でありますので、まあ、ここはしっかり、対応していただけるようにですね、必要な要請を考えていきたいと思います。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして本日の会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。